大谷翔平が天才と認めた打者参戦。1位、鈴木誠也。鈴木と大谷は仲が良いことで知られているが、大谷は鈴木のことを WBC で一緒になった再チャンスに強く神ってると評していた。さらに鈴木がメジャー挑戦を発表した際には、今のプロ野球の中ではズバ抜けているバッターとも語った。ちなみに鈴木はバッティングを大谷に教えてと頼むも、大谷に何度も断られているためケチラニと呼んでいるらしい。2位、近藤健介。昨シーズンは NPB で同率1位のホームラン王を獲得している近藤。そんな近藤に対して大谷は、ボールへの入り方がいいから低めのボール球を振らされることがない、まさに天才的とメディアで語っていた。ちなみに WBC で大谷と再会した近藤は、大谷のことを普通の生意気長きと語っている。3、吉田正尚。メジャー調整1年目から打率ランキング5位に入るほどの活躍を見せた吉田。そんな吉田は WBC のメキシコ戦で日本に勝利をもたらすホームランを放った際に、試合後のインタビューで大谷から、技術的にもメンタル的にすごいホームランだったと評し、なんとかしてくれる安心感があるとも語っていた。ちなみに吉田は大谷のことを年下にもかかわらず、大谷さんと呼び崇拝している。